はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は長崎5月大賞首位町田追走へということで、今回は金沢戦のプレビューじゃないレビューか、レビューの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、いや後半戦、開幕戦となった長崎でございますけれども、しっかり勝ってくれました。いや本当ね、町田がこの試合引き分けで言うんですよね。まあ町田が水戸とドローと、ね、いうことで引き分けてと、ね、いうところなんでね、この試合しっかり勝って上との差を縮めたかったところでございますけども、5月大賞これ得失点差をしっかり、稼ぐ勝利ということでございまして、いや本当ね素晴らしい勝利じゃ、なかったか。本当ね外国人選手も決めて、そして、笠柳選手を決めと、いうことで、本当ねクレーソン選手の対談っていうね悲しいニュースも入ってきたんですけれども、それでもねクレーソンはもういなくても、大丈夫、安心して国へ帰ってくるというところ。本当ねクレーソン、まずは本当前半戦ありがとうというところ。本当ねクレーソンで取った勝ち点ももちろんありますんでね、まあこのねクレーソンが抜けた分もこれからは、長崎しっかりやっていってほしい。そんな中でまあしっかり5得点取って勝ったんで、まあ気持ちよく次の試合迎えることが、できるんじゃないかと思ってますけどもね。はい、ということでじゃあ今週振り返っていきましょうかね。まずこちら長崎金沢5対1長崎が勝利というところでございます。まあ一応形上はね 4-4 システムには、なっていますが、しかしやっぱ白井選手がどっちかというとサイドバックなんだけれども、まあセンターバックみたいな、形でね、長崎がこうボールを持ってる時はもう米田選手はサイドバック、うちがウィングバックみたいな、形でどちらかというとこう左肩上がりの可変をしていくんで、どうしてもこう左サイドからの、攻撃というところが狙い目にはなってきますが、しかしこの試合増山選手も本当頑張ってましたね。まあ、PK 獲得にもしっかり貢献をしていますし、この増山選手が一発カウンターでね、ゴール前まで運んだ時はもう本当彼らしいなというのが、感じました。なんかね福岡にいた時、 J2 の福岡にいた時に新潟戦のねカウンターですんごい決めたのが僕は、記憶に残っているんですけれども、あのシーンをちょっと思い出しましたけれどもね、この増山選手のドリブルからチャンスを作るみたいなシーンもありました。だいぶこの増山の本当右サイドは本当白井選手が上がってこないんで、ね、右サイドの攻撃のところは増山お願いしますみたいな、感じになるんですけれども、まあ、本当増山はもともとこのポジションの選手なんでね、いやしっかりこの試合を貢献してくれたんじゃないかっていうのは感じますけどもね。でだから長崎は2トップ継続なんですよね。まあ、ファンマ、トクラ、まあ、前回はエジガルジュニオでしたけど、今回はトクラ選手を相方へというところなんで、もう2トップでも行くぞっちゅうカリデ監督の、ね、もう強い意志を感じるメンバーでございました。まあ、別にこうトップ下奥夫人もね、可能ちゃ可能なメンバーにはなってきますが、もう長崎は今後2トップで基本的にはやっていくみたいな強い意志を感じる、この試合のメンバー構成と配置にはなっております。で金沢のスターティングメンバーこんな感じですね。まあ、4-4-2 システムなんだけれども、トップ下に加藤選手を置いて、まあ、自由にやらせるみたいな、ところでしょう。一応こんな形のメンバーで、ございました。でこの試合振り返った時にやっぱり、ね、思ったのは、みんなが最後まで足を止めなかったって本当当たり前っちゃ当たり前のことなんだけども、それがしっかり結果としてつながったんじゃ、ないかと思いました。まあでは PK のシーンに関してはやっぱ増山選手が最後に仕掛けたって書いてますけどもね、まあ仕掛けたというかですけどもね、こうボール持ってドリブルで仕掛けたわけではないんですけれども、こうプレーを継続した、止めなかったっていう意味ではですけどもね、最後までボールに挑戦した。そしてその結果ですけどもね、まあどっちかというと金沢の白井選手とディフェンダーの選手のコミュニケーション不足な、PK シーンなんで、まあ白井選手からしたら、ね、いやいや俺に任せてくれよみたいな、シーンだったと思いますけども、でもあそこでねちょっとまあ最終ラインのところ、混乱が生まれたのは最後まで増山選手は足を止めずに仕掛けたところは結構でかいんじゃ、ないかとは思いますけどもね。で、5点目のシーンに関しては徳良選手が、ね、最後までボールを追って、ね、ゴールキーパーまでプレスに行った。その結果ちょっとパスのミスが、起きてしまって、そこで奪って最後クリスチャン選手が、まあ、沈めるというシーンなんで、本当徳良選手があそこ最後まで、ボールを追いかけて、ね、その結果ちょっとパスミスっていうのが起きていますんで、やっぱり最後までこうボールに挑戦するとか足を止めないっていうのは大事だなっていうのを、感じこの試合でございました。本当に楽にゴールキーパーに、処理をさせなかったっていうのは、まあ、そういう意味で徳良選手の、プレーの価値というのは相当でかいと、いうところには、なってきますけどもね。てことで、まあ、長崎だと串引きか、串引き選手のゴールもね素晴らしかったですけどもね、あれは本当ねずっとね点取って飯を食ってきた、選手のゴールですね。要は本当フォワードみたいな、感じの得点感覚というかですけどもね、もう俺はね守備じゃなくてね得点でね得点決めて飯を食ってきたんだっちゅう、それぐらいの感覚のゴール、なんかねあれ体勢的にも
難しいと思うんですけれどもね、まあ、ボールの質も良かったんですけどもね、質も良かったんだけれども、やっぱあんだけしっかりね、こうバランス、崩しながらというか、しっかり最後までボールを見て当てている。で、結果こうふわっとした感じでね、決まる、あのね、ゴール決まるまでこの感じ、スローにちょっと見えましたけれどもね、入るかどうかっていうなんかね、そんな感じでしたけれどもね。で、本当くしびきは本当に今シーズン、得点決めますね。くしびき9試合ぶりのゴールって、アナウンスが流れたんですけどもね、まあ、なかなかディフェンダーの選手で何試合ぶりのゴールみたいなことは聞かないんですけどもね、しかしもうそれぐらいくしびき選手今シーズン、まあ、よく点を取ってますもんね。多分チーム2番目に、得点が多いんじゃないですかね。この、くしびき選手のゴールで長崎追加点というところでございましたね。まあ、本当ね、ディフェンダーの選手のゴールシーンじゃ、ないかなというシーンには、なりましたけどもね。で、まあ、結果として、そう、あとファンマ選手も最後もう一発、決めておりますし、笠柳選手のね、あれシュートもコースしっかりだって決めてたんでね、まあ、全てのゴールが本当レベルが高いゴール、だったんじゃなかろうかというこのゲームで、ございました。ということで、長崎、5得点、まあ長崎で、ね、金沢に本当相性悪かったんですけどもね、前回敗れた仮、本当1ヶ月以内ぐらいに確かゲームがあったのかな、1ヶ月か1ヶ月半かな、そんな金沢とはね、とあの久しぶりの対戦では、なくて、まあ、前回金沢戦敗れてますんで、そこのリベンジをしっかり達成することが、まあ、できた長崎というところでございます。まあ、今シーズン初ですかね、5得点というところ、まあ、長崎の歴史見ても、まあ、ここ5得点のゲームってあまり記憶には、ないんですけど、本当ね、若手笠柳選手が、得点決めてね、まあ、得点ランキングの、トップにこれ並んだんですかね、ファンマ選手の、得点、そしてなかなか出番がない中でも限られた時間で結果残した、クリスチャン選手、そして本当ね、オフェンス面での得点っていう部分での、関与が高いくしびき選手の、ゴールシーンも見られて、本当ね、センターフォワードのファンマも、得点決めてね、で、あとは中盤笠柳選手、まあ、2列目の、笠柳選手も得点決めて、で、センターバックの、くしびき選手、まあ、ディフェンダーの選手も点を取っているんで、本当ね、全てのポジションゴールキーパー以外の、全てのポジションの選手がしっかり、点に絡むというなかなかに、ね、珍しい展開だったんじゃ、なかろうかというゲーム展開でございました。で、まあ、そしてですけどもね、町田、そう、首位の町田この試合引き分けたんですね。やっぱり町田というチーム分かりやすいのかな、ね、ボール持た、まあ、この試合見ていないですけどもね、町田水戸のゲームはまだ見てはいないんですけれども、おそらく、ね、水戸にボールを持たされたんじゃないかっていうのが、相当つきます。まあ、水戸にボールを持たされた結果、ね、町田が、ね、最後のところどうやって崩すかみたいな、ところで、ね、悩んだのかなっていうのはやっぱりありますけれども、まあ、結果としてはですけどもね、1-1 のドロー、まあ、エリキ選手は先制で上げているんですけれどもね、で、なんかね、梅田選手のスーパーゴールが、生まれたみたいな話にはなっているんですけども、実はこう追いつかれてのドローにはなっていますんで、あまりこう、ね、追いつかれてのドローっていうのはなんかゼルビアはね、イメージないですけれども、まあ、結果としては1-1のドローと、ね、いうところなんで、これでどうなってんだ、ちょっと順位表を、ちらっと僕はちょっと見ようかな。ちょっとで、これが順位表ですけどもね、これでだから首位ゼルビアとの差は9ポイントまで縮まったわけなんで、まあ、3ゲーム差ですね。まだまだ諦める、差ではない。そして自動昇格圏内でいうと、大分がこの試合ね、最後の方追いつかれてしまって、ドローに終わっているんで、自動昇格圏内とも、まあ、3ポイント差、まあ、1ゲーム差まで、縮めることができた。ベルディが山形に勝っているんですけどもね、まあ、この結果今節はだからゼルビア大分が引き分けて、ね、3位4位のベルディ長崎は勝ったんで、また混戦とした感じが、してきましたけど、さあ、今後長崎として、まあ、九州勢として大分も応援してますけども、まあ、どちらが、ね、優勝、そして自動昇格、勝ち取ることができるかどうかというところ、本当ワンツーフィニッシュで決めてほしいところでございますけど、さあ、今後の、九州勢の活躍というところも期待していこうと思いますけどもね。はい、それでは今回以上でございますけれども、さあ長崎ね、まあここからのと分かりません。本当今回に関してはさっきも話しましたけどもね、1位と2位がドローでね、3位4位が、勝利をしております。で、まだちょっと暫定順位なんでね、今度水曜日ミッドウィークにジュビロとか、清水とかこのね、プレオフ圏内に、絡んできそうなチーム、これから上がってきそうな、2チームがゲームをしますんでね、その対戦結果を見た上でじゃあどうなるかとかね、長崎からしたらね、次のゼルビア戦までにどの位置にいるかっていうのも結構、もちろんこれ重要なポイントには、なってきます。まあ、極力3ポイント差で、痛いですし、本当次のゼルビア戦っていうのが本当今シーズンの、大一番みたいな感じに長崎は、なると思います。まあ、本当今いい感じで長崎取ります。本当クレソン選手の対談中ね、
悪いニュースが入ってきたのと、カリレ監督自体もなんかね、対談するんじゃないか、なんかでブラジルの方からオファーがあるんじゃないかみたいな話もありますんで、ちょっとね長崎のね監督人事含めて、まあ選手の、人事も含めてちょっと慌ただしくなっておりますんで、まあ何せ今後はですけどもね、僕はカリレ監督中心としてね上を、目指してほしいんで、そこはちょっと期待して、そうであってほしいと、ね、信じて応援していこうと思いますけどね。はい、というところになりますね。以上、プロブンテージルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。